子宮頸がんワクチンをめぐっては接種後に体の痛みなどを訴える女性が相次ぎました。これを受け厚生労働省の研究班が全国の医療機関へ同じような症状が長い間続いている患者がいるかどうかを調査していました。その結果接種していない女性にも症状が出る人がいたということです。人口10万人あたりにすると 20.4 人と推計されていて接種した人の場合は 27.8 人と推計されています。厚労省はこの結果だけで接種と症状の因果関係は判断できないとしています。